こちらご覧ください。綺麗なホームページでしょう。うちの会社儲かってるからね、お金かけて作ったんですよ、これ。7月31日まで 50% オフでございます。これですね、通常であれば200万円のところ、なんと 50% オフの100万円になってしまいます。スーツ初のセール。これ何かと言いますと、うちの会社は広告会社なんですけれども、その宣伝の料金が、通常だったらば200万円とかでお引き受けするところを、なんと7月31日までは100万円でお引き受けいたします。この機会にぜひ新規の方からもお問い合わせをいただきたいということでね、実施しております。もうこういうふうに綺麗な資料が作られているので、皆さんのお仕事もどんどん楽になります。上司の方への稟議、決裁を通すという時も、これをこのまま印刷して皆さんにご覧いただくというだけで、あ、こんな綺麗にやってるんだったら、安心の YouTuber マーケティングっていうのもやってみてもいいかもしれないね。インフルエンサーマーケティングってなんかちゃんと仕事してくれるのが不安だけど、あ、この会社なら大丈夫そうだ。我々は行政の皆様、自治体の皆様、お国の皆様とも取引がありまして、実績豊富、安心と信頼の観光誘致株式会社でスーツを使った今限定の割引の宣伝キャンペーンにご参加ください。この動画は案件動画ではありません。この間ですね、このスバルさんのレヴォーグレイバックを宣伝する車の動画出しまして、スーツ旅行が考えた山のドライブコース2泊3日の旅、これ大人気ですね。でちょっとねコメントを一部紹介させていただきたいんですけれども、免許取ってすぐ返納したスーツさんに車の案件はスバル攻めすぎてて草、免許返納した人に車の案件依頼するのは草と書いて面白いねと、あ、ごめんなさい、指で書いてあります。でこれね、面白がっていただけるのはすごいありがたいんで、コメントをね、いただいてありがとうございますって感じなんですが、僕がちょっとお伝えしたいのはね、僕が運転免許を返納したのは、なんか僕がもう車なんかもういらないですとか、自動車なんかクソくらいみたいなね、なんか僕がそういう風に言ってると勘違いしてる方が世の中にいっぱいいるらしいんですよ。僕が運転免許を取って運転免許を返納したのは、まあ僕は取ってね、2時間ぐらいで運転免許を返納したという、経歴を持ってて、まあ多分かなり若いうちに免許を返納した人間の一人でもあるはずなんですけど、なんでそんなことしたのかっていうと、もっと車のことをよく知って、車を紹介したりとか、交通についてより広い視野を得るためにですね、本当僕は免許取ったんですよ。だからもう全く逆なんですね。むしろ、これちょっと失礼な言い方ですけど、まあ、どっちかというと、やっと分かってる会社が来てくれたよ。スバルさんはさすがもう僕のこと分かってるね、みたいな、まあ、ちょっとで、そこまでは思わないですけど、そっちよりに、どっちかというと状況は近いです。で、なんですが、まずね、運転免許僕が返納した2021年ですね、視聴者の方から、まあ、かなりたくさんの批判コメントが届きまして、全然批判はね、いいんですけども、まあ、僕の動画ってね、普段正直批判コメントってないんですけど、おかげさまで。その時は、運転免許を取って1日で返納してみましたっていう動画出したので、多分まあ体感でですけど、200とか300とかね、まあ、もっと来たのかな。そのぐらい、まあネット上でも、スーツこいつはクズ野郎だみたいな感じでこういっぱい書かれております。で、それはまあ全然書いていただいてもいいんですけれども、僕がね、その時にちょっと言い方が良くなかったなと思って、もうちょっとよく言えばみんなに納得してもらえたかもしれないのに、よく考えてからその動画作ればよかったな、まさかこんなに言い方を気をつけるべきことだったら知らなかったけれど、今は学んだなというのが、僕の感想の一つです。そしてもう一つはやっぱりね、その時僕に対して直感的に怒ってきた人たちもいると思うんですけど、やっぱりとは言ってもその人たちも僕の話をもうちょっとちゃんと聞けばいいのになというのも、これもね、二つ思います。だから、まあ、より良い動画を作るので、で、わざわざその人たちは動画見てくれたわけですから、まあ、また見てもらえればと思うんですけどね。まあ、前良ければ、ここで僕の話を聞いていただいて、こいつこんなこと考えてるのかと思ってもらえればいいです。まあ、ただ、あんまそういうことってね、楽しくないと思うんで、別にやらなくてもいいんですけど、まあ、もし興味があったら見てくださいっていう感じです。はい。ですね、僕がね、非常にこのスーツチャンネルに対して苦情が多数寄せられたことをですね、その後しばらくもう黙っておりまして、なんでこんなことになっちゃったのかなと思って、反省しました。で、その反省した内容は、こちらです。うちの社長もね、これ直後に言ってたんですけど、社長はアイデンティティという言い方をしましたが、僕はこういう言い方をしたいと思います。運転免許は生活の手段だと僕は思ってました。生活とか楽しみの手段だと思ってたんですが、もしくは選択肢だと思ってたんですが、ではなく、尊厳。そして、運転免許は神だということですね。で、僕はね、知らず知らずのうちに神を冒涜してしまったんです。だから、それはもう大変なことになる。まあ、じゃあ、これ、どういうことなのかと言いますと、例えばね、ちょっと唐突なように思われるかもしれないですけど、例えば、僕が、なんか、教会とかに行って、まあ、もしくは、キリスト教徒の大勢いる国に行って、
なんかあのイエス・キリストが言ってることは嘘で、あのローマ教皇、ローマ法だかなんだかもう、あなら言ってることは全部デタラメですよみたいなことを例えば言ったとします。そしたらあのとんでもない、非人道的な人間だし、何も常識がなくて倫理観も何も備わっていない、もう最悪な人間だと思われるでしょうね、多分ね。まあそれに比べると日本でね、僕あのまあ正直神社の言ってることとかって僕あの全然当てにならないですし、あの信じてないですけどねとか言っても、まあ日本ではあんまそういう風にならないみたいな文化の違いはあります。で、何が言いたいかっていうと、まあ海外の、海外では宗教を持ってる方の方が多いっていうのは普通だと思うんですけど、海外に行って、こういう考え方をする方が多いんじゃないかな。今私が生きているのは神によってこの命を与えられた、あるいは私たちのこう生きているこの状態は神が作り出したものであるから、だからこそ神が決めた、神から授かった教えを、ちゃんとそれ実行して、神の求めたように生きていかなければいけないのだという感じでですね、大体いろんな宗教でこういうふうに定められていることがまあ多いんじゃないかなと思います。でつまりですね、今私が生きているのは神のおかげなのだっていう考えあると思うんです。で、免許もこれと一緒で、今私が生きているのは免許のおかげなのだというふうに思ってる人はね、これ多いはずです。で、実際それは事実として本当にその通りだと思います。昭和40年代ぐらいまでですかね。まあ、東京は、もしくは、都市部、大都市圏はそういうの充実してたと思うんですけど、まあ、昔の特に山がちな方とかね、まあ、海の際とかに行けば、もう道路の状況は非常に悪くて、砂利道の道路がそこら中で、国道みたいな時速60キロとかでビューンと走れるような道路もなく、当然高速道路だって、日本で最初に高速道路ができたのは1960年代ですよね。ものすごくあの高速道路とかの整備とかも遅くて、まあ、昔の日本はみんな鉄道で移動していたと。で、それは鉄道が便利だったからじゃなくて、道路が作れなくて、国民が貧しくて、車も買えなかったからなんですよね。だから道路を整備するよりも鉄道が優先されてですね。で、その結果、例えば昭和30年代とか40年代の人たちはどうしていたかというと、もう、例えば学校に行くって言ったらば、家から4キロ離れた駅まで歩いて行って、東京とかだったらね、そんなことないですけど、あの山の方に行けば4キロ駅まで歩いて行って、で、その駅から、列車に乗り、移動してまた学校まで歩いていくとかですね。まあそういうのはもう当たり前だったんじゃないですか。で、車も今みたいにスピードが出せるわけじゃなくて、もっとこうガッタン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 みたいな感じでこう行くというところも多かったと思います。もちろん全部が全部じゃないですけれども、バスとかもね走ってましたし、でもまあもっとじゃあ昭和40年代はどうだ、30年代はどうだって行けばですね、要はどういうことかというと、今でこそ東京もそれから、他の大都市も地方部でもなんだかんだみんな適度にね、格差なく程よく便利な暮らしを送れてますけれども、昔の時代を振り返ってみると、やっぱりその都市部と地方との間に本当あまりにも大きな格差があって、特に交通の分野の格差は大きかったんじゃないかなと思います。要はその自家用車というものが全く普及していなければ道路もなかったからですね。だから延々と歩いていかなきゃいけないとか、行きたいところに行けないとかですね、とんでもない時間がかかるとか、物が家に届かないとか、まあそういうことになったりするわけですよね。ところが今の日本ではそれは解決されましたが、しかしその今日本に普及した自家用車と道路網の恩恵をあやかるために最も重要なのが運転免許です。だから運転免許がないと結局その未開の時代に戻ってしまうわけですよ。60年前とかね、そのぐらいのとんでもなく不便な、あるいはもっとひどいかもしれない、どうしようもない状態に戻ってしまうので、だからこそやっぱりね、よくコメント欄いっぱい来ました。スーツさんは東京に住んでるから地方のことなんかわからないんでしょとかね、もう運転免許がないと暮らせない地域の人もいるんです、こんなことやめてくださいみたいなご意見も来て、まあ僕はそんなことはわかってるしね、それと交通安全は別でしょっていうのと、それぞれの環境が違うんだから、でも僕は思ったんですけど、やっぱりね、そこはもう神の侮辱のようなものなので、免許によって生かされている人たちにとってその運転免許を取ってその場で捨てるっていうのは、まあ例えば十字架のこういうね祈りの像みたいなのを、それを僕はキリスト教徒じゃないからって言って、まあキリスト教徒じゃない人がね、十字架の仏像をこう、仏像失礼しました、十字架のなんかこう彫刻みたいなのを持ってきて、でも写真も撮ったし目的は達成したからこれゴミ箱に捨てますって言って捨てたら、まあそれはね、キリスト教徒の人たちからしたら怒るでしょうね。いくらそれがね法律上認められていることで、しかもちゃんと合理的に全部使い終わったでしょう。だからやっぱりね、ちょっとその時のやり方はもう少し考えた方が良かったなと思います。で、そういった、まあ、神の、侮辱、まあ、侮辱したわけじゃないですけど、まあ、向こうの方がそう思われるっていうのはその通りだと思うんで、ということで、もう一つですね、
その時に僕がやったことが、交通違反した人をものすごく批判するということだったんですけど、やっぱり運転しててね、思うんですけど、まあ、運転してて思うって言っても、まあ、免許取っている間、ね、ほんのごくわずかでしたけど、やっぱり世の中、交通違反する人は多いっていうか、まあ、基本が違反じゃないですか。まずね、こう、他の人の流れに乗らなきゃいけないからって話ももちろんありますけれども、ということで周りが違反してるんで自分も違反しなきゃっていうのこう、違反、交通違反の始まり、まあ、スピード違反とかですね、一時停止の線のところで、まあ、タクシーとか乗っててもね、正直気を使うんですよ。自分の乗ってるタクシーが一時停止線で止まらないってことあるんですよね。外の景色とか撮ってて。うわ、止まってくれないからこのシーンカットしなきゃいけないじゃん、みたいなことはね。これはね、めちゃくちゃあります。とかですね。例えば、自動車の、が道に止まってて、その横を安全な間隔を空けるか、徐行して通過しなければいけないけど、明らかに猛スピードを出しているとかですね。まあ、他にも、追い越しをこう、無理なところで追い越すとか、こう、割り込みとか、まあ、枚挙にいとまがないと思うんですけれども、交通違反してる人は世の中にね、まあ、いっぱいいるっていうのは、まあ、事実じゃないですか。で、まあ、僕もね、運転免許取る過程で、そのつもりがなかったけれども、違反してしまったってこと、多分あったと思いますよ。速度、メーターよりね、規制速度よりだいぶ多く、うっかり出してしまったってこと、確かあったと思いますし、まあ、だから、そういうのは誰でもやってることになっちゃうのかもしれないですけど、まあ、とはいえね、違反ですから。で、それによって多くの命が潜在的に危険にさらされて、実際に事故も起こってるわけですから、昔より人は減りましたけど、亡くなってる方はね、大勢いらっしゃるわけですし。だからやっぱり交通違反ってね、日常をやる上で人の命をものすごく危険にさらす行為なんで、僕やっぱ批判されて叱るべきだと思うんですよ。まあ、それはちょっとスピード出したからって言って、大丈夫でしょう、ね、とかね。まあ、それからスピードを、ね、出したから、って言ってすぐ事故が起こるんじゃなくて、他にもっと気をつけなきゃいけないことがあるぞ。お前気をつけることはスピードだけじゃないだろうみたいな話あるんですけど、まあ、とはいえですね、じゃあ例えば僕がね、街中で、なんか例えばこう鋭い、ものを、例えば鉄パイプを持っていて、公園で僕がこう鉄パイプでこう、なんか体を鍛えるために素振りを行ってたと。夜の薄暗いところで子供たちも近くで遊んでるところで、いや、こうやって練習するのは僕の勝手ですよね、みたいな、こう、まあ、言われても、周りの人は、いやいや、それは危ないからやめてくださいよってなるじゃないですか。ましてや、法律で禁止されているのに、車でこうスピードビュンビュン出すのは、やっぱりね、それはどう考えても僕問題だと思うんですよ。で、まぁ、10キロぐらいのオーバーだったらメーターの調整がとか、そういう話もあるのはもちろんわかりますけど、でも僕はね、そこでとにかく今のような、交通違反をしている人を批判しました。ところがですね、よく考えればですよ。世の中の人たちは、まぁ、大体、僕の知ってる限り、ほとんどの人は交通違反してますよ。別に、それを本当に心から憎いとか正直思わないですけどね。もう、交通違反しない人も、まあ、たまにいるんですけどね。うちの社長とかもね、交通違反しないんですよ。で、ルールに則って、普通に運転してますけれども、要は世の中の人のほとんどが交通違反してるのに、交通違反なんかしないでくださいとか言っても、なんかお前何言ってんのっていうかね、正論って世の中の人に響かないんですよね。例えば僕がここで人殺しはダメだ、なんか人を殺した人がいたとします。で、ニュースについて僕が言及してて、こんな殺人事件とかやってる奴はもう、こんな奴はダメだ、クソ野郎みたいなこと僕が言ったらば、あ、スーツさん、そうだね、その通りだってなると思うんですよ。なぜなら、世の中のほとんどの人たちは別に人殺しじゃないですからね。だからそうなるんですけど、この骨折やなんかする奴はもうダメだ、人の命を何だと思ってるみたいなことを言ってもですね、それ言われて話を聞く人は交通違反してる人たちですから、その人たちに、何やってんだとか言ってもですね、まぁ、ちょっとやっぱり、響かないとか、相手に対して正論を言ってもね、相手は喜ばないですよ。そうじゃなくて、僕も YouTube ですごい気をつけてますけど、基本的に発言するときはね、相手が言ってほしいことを言うようにね、ほんと気をつけます。だから、どっちかって言ったらば、僕 YouTube で、この間、パトカーで、なんか20キロオーバーしたらパトカーに捕まっちゃったんですよ。20キロぐらいでね、いや、運が悪かったなぁ。もうほんと、いつもはね、もうプラス15キロぐらいにしかならないように走ってるんですけど、いや、ちょっと一瞬踏み込んで20キロになっちゃったところに、こう、悪くパトカーが来たので、うわぁ、ちょっと今後はもうちょっと余裕見て、もう少し低めの速度で走ろうかなとか言ったら、多分、割とね、あ、スーツさん、それは運が悪かったですね、みたいな感じになる場合もあると思うんですよ。もちろんね、いや、そうは言っても、お前はやっぱ交通、スピード、60キロの道路で60キロ走らなきゃいけないんだって言ってくる、そうやって僕に言ってくる人もいると思うんですけど、多分ね、あなたたち交通違反するのやめてくださいよって言って、YouTube で、視聴者の共感を得ることは難しい。だから、当然、それはね、もう、
あんまり、受けがいい動画にはならないってことなんですよね。はい。だからそこをもうちょっと組んで、交通違反を、批判するっていうのはね、やっぱやめるべきだったんだよな。正しいこと言ったからって人に伝わらないっていうのはよく知ってるつもりなんでね。つい僕はちょっとね、そこを勘違いして、読み間違えてしまった。まあ、命を大事にすることは当然だっていう考えがあったんですけど、それよりも視聴者の価値観にやっぱ合わせてものを言わないとね、商売ですから。ということは非常に思いました。で、そこまでが僕の反省点ですが、ここから先はですね、僕がじゃあ、そもそもなんで運転免許を取得したのかということと、ここにね、書いてありますけども、僕運転免許返納してね、やっぱり本当に良かったと今でも思うんですよ。我ながらいい、体験だったなと思います。で、よくね、YouTube の、視聴者の方からこういうコメント来るんですけど、なんかちょっと気をてらって変わったようなことをして注目を引こうと思ってただけでしょとかね。こんなのは金持ちの道楽。まあ、金持ちの道楽っていう部分は、まあ、正直完全に否定することは難しいかもしれないですけど、別に気をてらってね、運転免許返納っていうことをやって、それで数字を稼ぐっていうことだけが目的じゃありません。正直それもね、費用回収という面では、やっぱ2日後に返納するんじゃなくて、1日で返納した方が見た目が派手だから、それで動画1本作ってかかった経費を回収しようってなりましたけど、動画の中でもね、何回もお伝えしたつもりなんですけど、一応、もう一度、聞いていただきたい。最大のですね、僕は運転免許をまず、取った理由は何かっていうと、最初から僕言ってたんですけど、運転をするときにですね、やっぱり、自動車を運転したことがない人って、ちょっと危ない動きをするなっていうのは、免許持ってない時から思ってたんですね。運転者の視点、それから、運転者がいつも感じている、運転は楽しいっていう楽しさの感覚、そして、運転の苦労、運転をするときにする気遣いなどを学ぶということです。僕はね、これはまあ達成したと思います。まあ具体的に言うと、まあよくね、スーパーマーケットとかあるところ、商店街みたいなところに行くと、なんか自転車がとんでもない、走り方とかをしてるじゃないですか。で、停止路とかがあってね、ここで、まあ普通だったら四角になってるところがあるけど、自転車がなんかギューンって走ってったりとか、なんかウーバーイーツの、まあウーバーイーツが言っちゃいけないから、自転車がね、逆向きになんか猛烈な勢いビューンって走ってたり、大学生とかでもやってますからね、君たち命惜しくないのみたいなことをやってる人っていっぱいいるじゃないですか。で、僕は免許持ってない時から、なんか世の中にそういう危ない人がいるなとかね、車の危険さは分かってないなとか、運転の人は大変だなとか思ってましたけど、やっぱ運転したら、もっとそういうのは分かるに違いないと思ってですね、やっぱ免許取ってみることにしました。で、やっぱ思うんですよね。車道を自転車が走っていて、その時に、緊張感がちょっとあるじゃないですか。自分がこう、車運転してて、左側にね、自転車が走ってると、あ、この自転車抜かなきゃいけないなって、まぁ、ちょっとめんどくさいし、周りもこう確認してね、よしって、よし、これなら大丈夫だなっていう感じで、こう、自転車を追い抜いて、もしくは、追い抜けない場合には、その自転車の後にね、しばらくついて走るしかないという状況もあると思うんですけれども、僕がね、自転車の動画を出してる時にね、こういうコメントが来たんですよ。二つ来ました。スーツさん、自転車は車道を走らないといけませんよ。っていうのが一つ。それがもう一つは、スーツさん、自転車の方は歩道を走ってください。これ両方来るんですよ、同時に。まあ、つまり、こっちは、車を運転する人の目線からしたら、自転車はもう、車道には出てくんじゃねえよ、みたいな見方があるでしょうね。まあ一方で、ルール的に原則自転車は車道なんですけど、ちゃんと交通ルールを守ってくださいってもこう来ますよね。これ両方来ると。まあで、実際に安全も考慮してね、歩道も走っていいことにもちろんなってるわけなんですけれども、とにかくね、ネットとか見ててもそうなんですけど、自転車めちゃめちゃ嫌われてるなと思ってね。で、危ない動きをするからっていうのもそうだし、やっぱり安全に走っている自転車で、ルール通りに車道を走っているだけの自転車でやっても、抜くときの緊張感っていうのは、確かに車の運転をするときにいいものじゃないですよね。だからその気持ちを持てただけでも大事だなと思って。もちろん僕は自転車の人の気持ちはよくわかりますから、こんなやつ車道に出てくんじゃねえよとか思わないですけど、でも、まあそうなっちゃうんだなっていうのもね、命が関わることですから、運転する人がちょっと殺伐とした気持ちになっちゃうのもまあわからないところではないなと思います。まあというような感じでね、運転する人が、例えばこう、カーブミラーとかを見て、あ、ミラーってこういうふうにね、重要な役割がやっぱあるんだなとかですね、駐車って結構大変なんだなとかですね、これ一発で駐車してこうビシッと車止めてる、この人やっぱかっこいいなって、一発で車止めてる人のかっこよさとかも、やっぱり、運転する、前と後ではもう全然違いますし、他に、運転する人たち同士がね、お互いにこう気を使って、こうパッシングしたりとかして、ギラッてやったりとか、あ、車今待ってくれてるな、とかね、あ、譲ってくれてるとか、割り込んできやがった、みたいな。これね、免許持ってない時僕あんまわからなかったんですけど、で、今も、運転した経験は非常に浅いのでわからないことも多いと思いますが、でも昔と比べればね、
もう断然違います。で、あの、日頃車乗ってる時に、お、なんか危ない車来たぞって、お、今の車危なかったですね、あはははみたいな感じで、あの、普段、こう、他の人の運転とかでね、タクシーの運転手さんとかとも、お、なんかあの車やばくないですかみたいな話とかをして、あの、もう盛り上がったりとかもできるわけじゃないですか。で、僕、そういうのって大事だと思うんですよね。あの、運転する人のご機嫌を保つっていう意味でも。あの、運転する人ってやっぱ、ちょっととかくピリピリしがちじゃないですか。で、そういう時にね、僕がその人の気持ちを分かってあげていられれば、あの、運転する人の気持ちが分からないとね、くそ、あいつ邪魔だなーっていう、あの、あんな割り込んでくるんじゃねえよって、こう、運転してる人が、あの、僕の横でハンドル握ってる人が思っても、僕が、割り込みって何ですかみたいな感じだったら、やっぱ運転の人ちょっと気分悪いと思うんですよ。でも、僕の横で、あの、運転してる人が、イラッとした瞬間に、うわ、あの車やばいですねって僕が助手席から言ったら、いや、ほんとやばいっすよねみたいな、ちょっとこう落ち着く雰囲気になる可能性ありますよね。っていう風な、ことでですね、ほんと、いい影響が、無数にあったな、と思っております。で、といったことで、まあ、100% とは言いませんが、まあ、達成したでしょう、僕は運転免許を、得たことは。じゃあ、具体的にどうなったのかと言いますと、これですね。この赤いところに書いてあるんです。やっぱりまず安全の意識、歩行者としても道路をこうよく確認して渡るとかですね。まあ、自転車はまあ従来通りかな。前もめちゃめちゃ気をつけてましたけど、でもやっぱりあの自転車を追い抜く車の気持ちっていうのはね、やっぱ結構分かったんで、自転車あんまり車道を走らなくなりましたね。歩道をゆっくり走ることが多いかな。あとあんまりもう自転車にも乗らなくなっちゃいましたね。昔はもういっぱい乗ってたんですけど、あの、結構自転車を無理して抜く車多いなと思ったんですよ。なんか、あの、車の人たちって大丈夫だって分かってやってんだろうなと思ったけど、あの、そうでもなくて割とギリギリのところを攻めて抜かしていく危ない車もいっぱいいるなってことが自分の経験から分かったんですよ。だからちょっとやっぱ怖くて、申し訳ないけど自分を抜いていく車の、あの、人の安全意識信用できないなと思ってね。だから、あの、自転車で歩道を走るのはやめるし、その方がね、やっぱ車運転しろよ人の機嫌って悪くなりがちじゃないですか。ピリピリしちゃうと思うんで、だからその車を運転してる人を怒らせないためにも歩道を走った方がいいんじゃないかなと思うんですよね。はい、という安全意識、それから運転者への敬意、まあ、前もね思ってましたけど、あのよくこう運転に慣れてる人ってもうこう楽しそうに喋りながら、あ、これこうだよねとかね、こう、あ、そうなんだみたいな話しながらこうハンドル握ってね、1時間とか2時間とか平気で運転してくれるじゃないですか。でもちろん、あの、慣れてるからこそ運転は上手いね、し、やってても苦じゃないっていうのもあると思うんですけど、とはいえやっぱり足も疲れますしね、集中力も使いますし、時には休憩が必要ですよね。もう本当休憩の大事さっていうのは分かりましたけど、本当に運転してくれてありがとうございます。遠いところまでね、あのタクシーの運転手さんにね、もうそんなこと言わないですけど、もう俺は3万円払ったんだから休憩なんかせず、もう休まず運転しろなんてことはもう言わず、あの運転手さんお疲れじゃないですか、もし休みたかったらメーター回しててもいいので、あのぜひなんかどっかそこら辺で、あの道の駅とかで休憩してもいいですよとかね、あとはあのタクシーの運転手さんと一緒に観光地の駐車場に行ってメーター回したまま待ってていただくってことはあるんですけど、まあタクシーの運転手さんの気分転換にもいいなと。長時間のね、タクシーの方にやっぱり2時間とか、3時間とか運転してもらうことあるんで、そういう時にね、運転手さんもトイレとかどうですかとかね、よかったらあの、ここ、そういう景色、この展望台景色いいんで、メーター回してる間でいいんで、運転手さんもスマホ持って一緒に、よかったら来ませんか、どっちでもいいですけど、よかったら、みたいなこと言ってね、一緒に、ほら、こう、こう、あそこの、今日天気がいいから富士山見合わせよ、みたいなことやったりとかして、一緒に気分転換したりとかっていうこともね、すごい前よりやるようになりました。で、これ僕大事だと思うんですよね。特に、タクシーに乗ることが僕めちゃめちゃ多いんですけど、運転手さんって、どうしてもね、状況的に客より弱い立場になっちゃうじゃないですか、大体の場合、特に客が男だとね。で、しかも長距離の、乗車で、なんか1回になんか3万円とか、まあ、2万円とか3万円とかをこう、払ってくるような乗客に対してって、やっぱサービスしたくなっちゃうと思うんですよ、運転手さんが。で、そういう人いっぱい会うんですよ。なんか別に頼んでもいないのにメーターを止めてくれる運転手さんとかいるんですよ。で、だからそういう立場の弱い運転手さんのことを、やっぱ客として気遣ってあげることで、最終的に安全もアップして運転手さんと自分の命守ることにもなるなと思うんで、やっぱそこはね、結構意識してやってます。こういうのはもう免許とってすごい良かったなと思いますね。で、あとやっぱり面白い動画が作れるようになったってことですよね。もう免許をやるようになってから、まあ、やって、やっぱね、狭い道をこう運転することのこうスリルであったりとか、あとは高速道路での追い越しのタイミングとかね、今一緒に自分が乗ってる人がそろそろじゃあ前の車追い越そうかなって右車線に入りそうだとかわかるじゃないですか。で、ここのね、
運転する人が感情移入しやすいように、例えば合流車線でね、まあ助手席に座ってますけど、あの昔だったら合流横からこう合流するみたいな、あの特に何もなくただ普通に前方合流シーンは前方の景色だけ撮ってたと思いますけど、ちょっとねこう後ろを振り返って撮ってみるとかね、例えばですよ。そうするとあの運転してる方の気分として絶対合流するときに他の車との感覚はどうなのかなって気になると思うんですよ。で、それをYouTube の画面としてパッとこう後ろを映して、合流車線の方をこう見ることによって、後ろもクリアで、あ、速やかに合流できたなっていう、こう安心感、爽快な気分の視聴者の方にもね、持ってもらえると思うんですよ。というようなことで、やっぱりより面白い動画がね、明らかに作れるようになったと思いますね。だからもう本当僕ね、運転免許取ってよかったと思うんですよ。でよくね、これ勘違いされてるというか、まあしょうがないんですけど、あの僕がそういうインパクトのあることをやったんで、なんか、それは免許返納した人っていう風になるのは当然なんですけど、一応お伝えするとね、スバルが、免許返納したスーツさんに、スバルが免許を、免許返納した僕に、スバルが車の宣伝させるなんて面白いってのはわかるんですけど、そうじゃなくてね、僕は免許を、返納するというよりも前に、僕は免許を取ったことがある。免許所有経験者ですから、運転した経験も持ちますので、運転経験を持つものだからこそ、車の宣伝をね、よりよくできるようになったんだということをちょっとね、お伝えしたいなと思うんですよね。まあ、でも、もっとね、自分で免許取って運転すれば、よりその経験を広げて、そしてより良い動画を作ることができたのに、なんで1日で免許をね、もう捨ててしまったんですか。そうじゃなくて、せめて、あと1ヶ月、いや、あと1年、あるいは3年、石の上にも3年運転してみようと思わなかったんですか。そしたら、もっともっと面白い動画が作れたはずなのに、っていう方ね、それね、いらっしゃると思うんですよ、僕に対してそう思ってる方。でも僕はそれは、申し訳ないけど、ちょっとありえないなと思います。っていうのは、これ以上運転することは危険だというのがどうしても数字的にね、出てますから、まあ僕はそもそも自分の注意力ってあんまり信用できてないなと思うんですけど、だから運転すればするほどね、事故を起こる可能性は高くなりますよね。数学の統計確率の計算でね、わかりますけど、サイコロをこう振って6が出る確率は、サイコロ1回しか振らなければ6分の1ですけど、サイコロを、ね、何回も何回も何回も振ってったら、そのうちいつかは6が出るじゃないですか。だから、サイコロを振る可能性は少ない方がいいわけですよね。で、特に、しかも、事故を起こしてしまう確率というのは、運転を始めた直後の方が大きいと。で、高齢者は免許返納しろとかいう話ね、高齢ドライバーは危険だっていう話ありますけど、本当に危険なのは、ご存知の通り、18歳、19歳のドライバー、免許取り立ての人たちなんですよね。これ統計的に出てますけども、段違いで初心者ドライバーの事故率は高いと。で、やっぱり、僕今っていうかもう返納したからないですけど、一番危険な状態なわけじゃないですか、免許を取った直後っていうのは。だから、その一番危険な状態を乗り越えた、その先に事故を起こしていないっていう、まあ、いわゆるその生存者たちがいますけれど、生存者バイアスっていうんですかね。ある程度免許をこう使いこなして運転して、慣れるまでの間に僕が人を引き殺さないという保証はないし、最初のその瞬間が一番肝心なわけですよね。だから一番怖い時が一番最初に来るんで、なるべく一刻も早く運転をやめた方がいいんですよ。僕本当にその感覚でね、運転しました。だからもう本当これ以上運転することは危険なので、運転はスパッとやめよう。僕の母なんかね、もっと僕に言ってましたよ。僕は最初に、もう誰かに人に見てもらって一回だけ運転しようと思ってたんですけど、僕の母は、もう運転なんかしなくていいんじゃないって言ってました。もう免許が取れたんだったらそれでよかったからもうすぐ返納しなさいよみたいな風に僕に言ってたんですよ。で、そのね、気持ちも非常によくわかるんですよね。で、まあなんだったらそうしてしまってもいいんじゃないか。もう取ったら、免許センターで免許交付してもらって、そのまま返納カウンターに持ってってもいいんじゃないかと思ったんですよ。まあでもやっぱりね、一回だけもう非常に優れた運転者である安西さんとね、一緒にこう車に乗ることができたので、で、安西さんも僕の、素晴らしい助手として安全確認を助けてくれましたし、それによって一生もののね、昔安西さんと走って思い出があった道をね、思い出の車、トヨタアルファードですね、すごいいい車でしたね、こう、シュッシュッシュッとこう動いてね、めちゃめちゃいい車だなと思って、あんな大きな車なのにね、スポーツカーかよ、みたいな、まあスポーツカー運転したことないですけど、こうよく、なんすか、よく曲がるし、
よく動いて、止まるのもこう素晴らしいと。で、僕はあの、安西さんたちに快適に乗っていただきたいと思ってね、快適なブレーキを心がけて、もうめちゃめちゃアクセルとね、ブレーキを褒められましてね、それはこう嬉しい一生の思い出としてね、残ってます。で、まあそういうのはありますけれども、僕がね、免許返納した最大のメリットはここだと思ってるんですが、自分は免許返納によって、こうしたことを学んだんだという自覚を、生涯にわたって持つことができます。免許返納する、ごめんなさい、免許取るために、3週間ぐらい ?1 ヶ月ぐらいかな教習所に通ってね、練習もしました。で、先生たちがいろんなことを聞いて、より安全な、運転はどうしたらいいんでしょうかとかですね、こういった場合には、この考えでいいんでしょうかとか、前に、例えばですね、前に自転車がいて、その人を追い抜くのが難しい場合があると思うんですが、先生だったらどういうふうに考えますかとかね。で、そうすると、いや、それは、無理して追い抜かすっていうことは絶対ありえなくて、交通の安全よりも、まあ、交通の円滑ってのはあるけど、それは、交通の円滑は安全の上に来るものだから、だから、まずは交通の安全が大事なんだから、で、前の自転車が追い抜けないんだったら、その自転車と同じような速度で走ればいいんだよ。そしたら、後ろに車が鈴なりになってしまって、すごく走って気まずい気持ちになると思うんですけど、それはどうしたらいいですか?それはどういうふうに考えるべきなんですか?って聞いたら、それは、後ろの、車の分も自分が安全確認をしてあげているんだと思えばいい。事実そうなんだからっていうふうに言われましてね。もうその先生の、ね、お名前も覚えてますし、動画にも出てくださった方ですけれども、そういうふうなことをね、いろんな先生に僕にたくさん質問して、教習所に通ってる間に、ね、自分は免許を取りに来てるんじゃないと。まあ、免許は別にすぐなくなってしまうものからいいんだけれども、そうじゃなくて、交通安全の勉強のために、ものすごい金額を出して、ものすごい時間をかけて来たんだ。なぜならやっぱり、今、私たちが生きていて、一番人が死ぬ可能性は何かと言ったら、やっぱり自動車に関することだと思うので、まあ、だからこそね、人の命に関わることを、自分の人生の中で時間をかけて学んで、それをもとに面白い動画を作るのはいいことだなと思ってね、教習所で僕は、すごく真剣に、もうノートとかもありますよ、当時の記念として。ここにね、鉄道グッズのコレクションの箱があるんですけど、その中に僕が当時、教習所で一生懸命書いてね、こう、覚えたりとかした、ノートも残ってます。というような感じで、それを真面目に僕勉強しました。で、やっぱりその学びをね、ちゃんとその時に自分は一生懸命学んだんだ。今回の、免許取得のために支払ったあらゆる費用あるいは時間は、その学びのためだったんだということを覚えておくためにもね、返納して自分の元に運転経歴証明書、わずか1日しか運転しなかった。免許を取った日と免許を返した日が同日でおそらく、世界に1枚か日本に1枚のそういう証明書を持っていますが、それを見るたんびにね、身分証を出してくださいって、それを提出するたんびにね、思いますよ。ああ、あの時自分は一生懸命勉強したな、それはきっと自分の中に生きてるし、これからも生かし続けていかなければならないから、忘れないように頑張って生きていこうって気持ちに、ね、なります。これ、めちゃくちゃなりますよ。まず、もちろん、それには莫大なコストがかかってますから、それを取り返すために、運転免許をこう取って1日で返納してみましたって動画をこう出して、それで注目を浴びて、お金を稼ぐっていうのもありますけれども、それももっと大きなことをね、僕はちゃんと学んで、だからこそそれだけ膨大な時間をね、費やしたつもりです。そしてもう一つ、運転免許を返納したことの大きな利点があります。とはいえね、運転免許を持っていたら、まあ、持ってるんだし、やっぱ運転しちゃおうかなっていう気の迷いが生まれるんですよ。ところが、絶対運転できません。免許ないから、今運転したら大変なことになります。無免許運転。これ 100% 安全なんですよ。もう、運転免許を、これは、マルエフェリーさんとかの宣伝をするときにですね、鹿児島と沖縄の間にフェリーがある。それの、宣伝をするのに仕事を僕を引き受けしたんですが、その時ね、やっぱりフェリーに車を積んで旅するっていうのは基本になるんですけど、僕免許持ってないので、まあ、返納してしまったので、だからすいません、ちょっと僕は、フェリーに車を積み込んで、奄美大島とかを運転するということはできないので、それを宣伝する場合には、どなたかに、運転を引き受けてくださいって言ってですね、それで地元の方に、有料で、運転していただくことをね、お願いして、運転手さん一人雇ってね、それで、動画撮影したんですよ。でも多分、僕が一人でそれをやるって言ったらね、会社から、依頼が来た可能性もあると思うんですよ。スーツさん自分で運転して、フェリーに乗せてくれませんかって、もしかしたら言われたか、まあ言われなかったかもしれないですよ。それ別にマルエフェリーさんとかね、マリックスラインさんのそういう船会社関係ないんですけれども、要は、運転できないかなとかね、例えば、車がここに1台あって、で、これを向こうへ持っていかなきゃいけない。そこには僕しかいない。
スーツさん、この車ちょっと悪いんだけど、運転して帰ってくれないかなとかね、誰かここに、こう、急いでいる人がいて、ちょっと急いでるんだけど、今お酒飲んじゃって、申し訳ない、車出してくれないかなとか、こう頼まれた時に、やっぱちょっと断りづらいですよね。でも免許なかったら余裕でバッチリ断れますんで、自分の中ではね、じゃあ、ちょっとこの人困ってるし、助けてあげたいなって気持ちあるんですけど、無免許運転するわけにはいかないじゃないですか。それはもう大前提ですよね。だからこそ、この絶対運転できないという状況、実はね、これものすごく役に立つんですよ。で、友達とかと旅行して、車で運転とかでね、こう友達が交代してドライブしてるみたいなこともありますけど、僕絶対運転しないですからね、当たり前ですけど。これで、まあ、周りの人全員それで納得するし、だからすごくね、いい効果を及ぼしてるなと思います。はい。まあ、もちろん返納しないことのメリットもあったでしょうけれども、正直困ってないんですよね、それもね。僕のやっぱり仕事はカメラで撮影することですから、自分が運転するっていうのはね、かなり大きな、負担っていうか、撮影しながら、映像のことも考えながらですね、なんかこう、運転をするとか、ものすごく難しいです。自転車を運転してて、で、自転車にカメラを取り付けて、で、それを運転しながら映像を撮って、東京から大阪なり京都まで行くってことを2回やりましたけど、その時もね、僕2回か3回ぐらい一時停止線をうっかりこう、超えちゃってるんですよ。で、それ一応ね、やっぱこんだけ交通違反とかに注意してるんで、まあ、免許を取る前でしたけど、僕、その所轄の警察署にね、電話して、とりあえず、すいません、こういう風に、違反して、その証拠映像も手元にありまして、何らかの処罰の対象になるかもしれないですが、どのような、ことをお願いすればよろしいでしょうか、というふうに、問い合わせましたんで、所轄の警察署から、こう、注意を受けて、それで終わったんですけれども、まあ、そういうようなこともね、やってます。で、まあ、ともかく、何が言いたかったんだっけな、ごめんなさい。ちょっと忘れちゃったんですけど、今何の話してましたっけ。自分の画角を意識しながら、運転するってね、結構怖いことだなと思います。やっぱり撮影ってなかなかね、気を使うんですよ、その部分。で、喋りながら運転するっていうのも慣れてない人は難しいって言いますけど、やっぱ撮影もそれあると思うんですよね。そういう怖いことはちょっとできないですし、しかも、まあ、正直カメラを固定してただね、撮っただけってあんまりいい映像にも、まあ、あいにくならないですよね。自分でこう撮って、あそこに富士山があって言った時にこう富士山にバーッとズームした方が素晴らしい映像になるじゃないですか。で、そのための運転手さんのお金は出した方がよりいい動画になるし、売り上げも増えるってことも分かってますし、あとはね、レンタカー使ったらスーツさん便利ですよってあるんですけど、ただレンタカーちょっと不便な点もね、あるなってものすごく思うんですが、僕タクシー使いまくってるから思うんですけど、A 地点から出発して、B 地点まで行って A 地点に帰るっていう場合はいいんですけど、A 地点から出発して B 地点に行って C 地点で降りると、そうすると、これ、ね、ABC といった場合、ここでタクシーだったら余裕で乗り捨てできるんですけど、レンタカーだと返さなきゃいけない。で、乗り捨て料金とかね、そういうのもありますし、まあそもそも乗り捨てとかがない、ね、できない場合もあるじゃないですか。山の上まで上がってそこでレンタカー乗り捨てってのはありえないわけで。で、帰りはロープウェイで帰りますとかね。そういうこともできないです。帰りも絶対車じゃなきゃいけないとか、なんか映像の広がりもね、だいぶ限られてしまうので、タクシーめっちゃいいですよ、これ。まあ、タクシーの運転手さんがね、動くためにすごい怖い運転をする人っていうのは正直あるんですけど、ごくごくたまにありますけど。でも、タクシーね、結構甘く見ない方がいいと思うんですよね。車所有されてる方とか特にそうなんですけど、めちゃくちゃ便利ですよ。しかも最近のタクシーほんと昔よりもね、タバコの匂いもしなくなって親切になったし、それで車の維持費、それから駐車場代を考えると、タクシーで2万とか3万とかね、メーターであったら50キロとかものすごく遠くまで行けてね、なんかすごく世界が変わったような感じするんですけど、まあ、とはいえ車の維持費に比べれば安いですから、別に車買う必要がないって言ってるわけじゃなくて、車もいいんですけど、すごくいいと思うんですけれども、所有する喜びっていうのをね、ものすごく感じますから。ただ、まあ、タクシーの、良さもあるなと思うんですよね。で、それは結構僕利用しているので、で、まあ、もちろん、とはいえ今後はね、自分でも車買いたいなっていうこともやっぱ考えると楽しいですよね。マイカーみたいなの持って、なんか、それで、こう、ブンブン運転してですね。まあ僕は運転しないですけど、誰かに運転をしてもらって、こう、なんか、例えば、こう、山の上まで行くとかですね。車と共に鹿児島へとか、なんかこういいじゃないですか。で、それで、こう、遊ぶような動画とかも、いつかは作れたらなと思います。だから自分で所有するけど、運転は、まあ誰かにやってもらうみたいなね。車を、こう、そのうち用意できればなと考えてるんですけど、まあまずはね、タクシーから、千里も道もタクシーからということで、そこから行きたいと思います。で、僕前トヨタのセンチュリーを、買おうかなと思った時あったんですけど、ちょっとね、見た目が派手すぎるし、なんかこいつ
高級車に乗ってなんか偉そうにしてるみたいで、なんかそういうの見えるじゃないですか。あの、天皇陛下が乗ってるような車に乗ってたら。それ良くないなと。安いんですよね、センチュリーってスーパーカーなのに。なんか100万円とかで買えるんですよ。超性能いいのに。なんでなのかなと思うんですけどね。だからセンチュリーいいなと思うんですけど、まあでも、あの、他にも運転、してて面白い車ってのありますからね。エンジンの音がこう楽しいとか動きがいいとかっていうのはやっぱいい車乗ると僕もねこう感じるんで、なんかスポーツカーみたいなね。でも外車じゃなくて、せっかく日本は車の国です、今言いますけど車の国なんで、まあ、そうすると日本の歴史とかに根ざした日本のスーパーカーって言ったら、日産の GTR、あれですね、スカイラインの GTR の32型とかで、まあそういうのをどうやって購入して維持するのかとかあるんですけど、なんかそういうのを買って、で、なんか友達とかね、社員とかにこう運転してもらって、こう、いろんなところでこう、乗っていくのも楽しいんじゃないかとか思ったんですが、まあちょっとそれはすぐにはできない。そう。最後に言いたいのはですね、日本は自動車の国だということですね。これ本当そうですよね。高度経済成長のね、支え、その後今の日本の経済を維持しているのにも、自動車メーカー、トヨタもそうですし、スバルもそうですし、他もそうですよね。そういった自動車メーカーのエンジンの力があるわけでして、で、なんで日本の自動車はそんなに強いのかっていうと、それは戦争前にですね、中島飛行機という会社が、栄エンジンとか有名なエンジンを開発して、飛ぶ飛行機をね、一式戦闘機とかですね、まあ、三菱は、また、ゼロ戦とかそういうの作りましたけれども、まあそういうまあ有名な飛行機とかを作って、まあいろんな飛行機がありますよね。で、それをこう飛ばして、日本独自に飛行機を開発できるようにしなければ、いけないのだということを言ったので、まあそれによって、戦闘機の技術が確立して、でも戦争が終わった後、日本はもうそういう軍事開発はとりあえずやめてください、禁止されて、戦闘機もね、飛行機も作れなくなってしまって、その間に海外でジェットエンジンが普及して、日本はその中で、ちょっと立ち遅れてしまったという部分がありますけれども、まあ一方でそこでくじけず、じゃあプリンス自動車やら、それまあ日産とかですね、富士重工の会社ができて、それで日本がこうまた強くなっていったという経緯があります。特にね、中島飛行機なんか、もともと日本は養蚕をしてね、桑の葉っぱをこう取って、蚕に食わせて糸を取ってね、それをこう、ニューヨークとかフランスとかそういうところにこう売って、なんとかやっていくという国でしたけれども、中島飛行機なんかまさにその養蚕地であったね、大田で生まれて、それで、その大田の町で、養蚕をしていたその小屋で、中島築兵もね、中島飛行機作った人も、こう、昔は多分蚕に餌をやったりとかしてたんだと思うんですけど、で、それ海軍に入っていってね、昔からのこう、明治からのね、今に至るまでの日本のその発展の歴史っていうのは、もう、まさに、黒船来航の時に蚕に葉っぱを食べさせて、今は、自動車のエンジンをこう作るっていうところまでこう全部割と一貫してるんですよね。というのがすごくいいなと思う。僕自動車ってね、日本の国章にしてもいいぐらいだと思うんですよ。これ本当にそう思ってるんですよ。なんかお前、免許返納とかやってね、いろんな人から怒られたから、車に対してなんか言ってるちょっとリップサービスしてんだろうみたいな。とかなんか今回こうスバルの案件が来たからまた案件受注したくて、なんか言ってんだろうみたいな思う方もいらっしゃると思うんですけど、本当にね、これ、そういう動画も今度作りましたんで、ちょっと直接の関係はないんですけど、前からやろうと思ってたんですよ、それも。っていう、スバルは本当に素晴らしい会社です、みたいな動画も、それは僕が勝手に作ったやつですけどね、案件ではありません。それも、ぜひまたね、見ていただければと思うんですが、その日本は自動車の国ですから。だから、やっぱりね、その日本の自動車文化に、そして自動車会社の発展に、この間、スバル社のね、宣伝でも携わることができましたけれども、まあ、どんな仕事も何かで誰かの役に立ってると思いますが、特にスバルの車の宣伝とかに携われたということは、個人的にやっぱり日本に生まれて、ね、嬉しいことだと思います。まあ、そういうふうなことも日頃思っているし、今後も車の動画はね、まあ、電車が基本的に僕支持されているのと、電車の方が動画、よく知ってて作りやすいっていうのはあるので、電車がメインになったりとか、まあそういうバスとかね、タクシーとか公共交通系の方が慣れているので、そっちでやっていくことが多いのかなとは思うんですが、とはいえ、今後もですね、これまで通り車の動画を作っていきたいと思いますね。あ、ごめんなさい、消えちゃいましたけど。まあ何が言いたかったかというと、スーさん免許返納したのに、スバルの案件を受けてて、まあ、面白いねって、まあ言ってもらえるのはそれは本当にいいことなんですが、ただね、本当は免許返納に至るまでの免許取得、車の勉強をしたというそっちの方が、ね、重要で、まあ極端に言えば免許返納したからこそ今のいい動画を作ることができて、この間の、ね、案件も成功に結びつけることができたんだと僕は思ってますんで、本当にね、僕は運転免許返納は世の中の誰しもがやることではないし、でしかもまあ高齢ドライバーの時にも話しましたけれど、本当は運転したくないけれど、でも
本当はね、あのリスクがどうしてもある行為ですから、いくらスバルとかね、そういう技術が上がって安全になったとは言ってもまだありますから、運転は本当はしたくないんだけど、生活のために必要で仕方なくやっているという人も、まあ世の中にいっぱいいるという中で、僕はまあ運転はタクシーの人にやってもらえばいい、自分の仕事は、カメラを回すことなんだ、カメラで人を直接的に傷つけるってことはないですからね、まあ恵まれた状況なのかもしれないですけれども、ただやっぱり基本的にはですね、皆さんと同じ気持ちかどうかは分かりませんけれども、多分僕普通の人と比べるとやっぱ鉄道と共に育ってきたんでね、安全への意識がちょっと普通の人と比べてもだいぶ僕は高い方だと思っているんですが、とはいえ、車の人たちだって安全への意識は、僕以上にはるかに高いはずで、車とか作ってる人たちとかね、運転してる路線バスの人たちとかもそうですけれども、自動車文化への、尊敬と、日本は自動車の国で、そこで、働いているという自負を持って一応やっておりますので、まあ、こんな感じでですね、僕の運転免許背景について、動画でご覧いただければよかったと思います。いい感じですね、44分か。まあ、それぐらいだったらね、皆さん聞いてくれる方もいますよ。ということで、車の国日本で頑張る鉄道系 YouTuber として名乗ってましたけれども、旅行 YouTuber という感じで、その知識の源は鉄道であったから、まあ、鉄道で生まれ育った車の国の、YouTuber です。みたいな感じにこう、オチがつくといいかもしれないですね。はい、どうもありがとうございました。こちらご覧ください。綺麗なホームページでしょう。うちの会社儲かってるからね、お金かけて作ったんですよ、これ。7月31日まで 50% オフでございます。これですね、通常であれば200万円のところ、なんと 50% オフの100万円になってしまいます。スーツ初のセール。これ何かと言いますと、うちの会社は広告会社なんですけれども、その宣伝の料金が、通常だったらば200万円とかでお引き受けするところを、なんと7月31日までは100万円でお引き受けいたします。この機会にぜひ新規の方からもお問い合わせをいただきたいということでね、実施しております。もうこういう風に綺麗な資料が作られているので、皆さんのお仕事もどんどん楽になります。上司の方への稟議決裁を通すという時も、これをこのまま印刷して皆さんにご覧いただくというだけで、あ、こんな綺麗にやってるんだったら安心の YouTuber マーケティングっていうのもやってみてもいいかもしれないね。インフルエンサーマーケティングってなんかちゃんと仕事してくれるのが不安だけど、あ、この会社なら大丈夫そうだ。我々は行政の皆様、自治体の皆様、お国の皆様とも取引がありまして、実績豊富、安心と信頼の観光誘致株式会社で、スーツを使った今限定の割引の宣伝キャンペーンにご参加ください。